皆様こんにちは。2025年に開催されます大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーを務めております中島幸子と申します。私は普段音楽とか数学、そして STEAM 教育というものに携わっているんですけれども、今回の私たちのテーマは命を高める。全体のテーマは命輝く未来社会のデザインで、8名のテーマ事業プロデューサーがいるんですけれども、私はその中で命を高める、命を元気にする、そういうテーマを扱っています。で、中身としては遊び、学び、芸術、スポーツということで、私が普段やっている音楽や数学、 STEAM 教育とも密接な関係があるものになっています。で、 STEAM という言葉、聞かれたことがない方もいるかもしれません。これはですね、もうざっくり言うと21世紀の新しい遊びであり学びである、0歳から120歳、これからはみんながある意味で遊び続けて学び続ける時代であると。で、その中でそういう新しい時代の遊び学びをの喜びみたいなものを体験できるような場にしたいと思っています。そういう意味でもですね、実はこう2025年に至るまでの道のり、それから2025年、もちろん来場者の方々もなんですけれども、おもてなし側の方々にもたくさんの方に参画してほしいと。で、それこそが私たちの命を高める館の一番の大ミッションではないかというふうに思っております。私たちのテーマとしてはワクワクを探す旅へというものを掲げています。皆さんの中にいろんなワクワクがある。それは日々変わっていくかもしれない。で、それを探していく旅がこの命を高めるというテーマ事業の中で皆さんと共に始まるんだと、そんなワクワクを伝えていきたいと思っています。で、 STEAM 館であり、で、それはもう実は去年、そして今年、今この瞬間からも始まっています。で、一応未来の地球学校というプロジェクトを立てておりまして、地球全体が遊び場であり学び場であるということで、いろんな点と点をつないでいって、競争のコークリエーションの、あるいはハーモニーのそのネットワークを作っていきたいと。で、それがある意味で2025年の命を高める館でこう象徴的に結集する、それは世界中とつながっている、そんな絵を描いていきたいというふうに考えています。私たちの命を高める館の名前は、命の遊び場クラゲ館。これ必ず皆さんから、なぜクラゲなんですかと聞かれるんですけれど、いろんな意味があるんですけど、私たちがこうみんなでこう闇鍋会議というのを開きながらですね、どんなことをしていこうって、創造性とか、命とかにとって大事なものって何だろうって話していた時に、それは揺らぎのある遊びなんじゃないかと、そんなキーワードが出てきました。遊びってやっぱり大事でも、なんかこう目的が決められていて、もう与えられてる遊びじゃなくて、こう砂場の中で遊んでるように、森の中でこうなんか散策してる中で生まれてくるように、なんかそんな揺らいだ遊びっていうものが、実は創造性とか命の中ではすごい大事であると。そして中に来てくれるお客様とか、おもてなししてる人一人一人、もしかしたら物もですね、そういう命そのものにもすごい価値があると。あと建物も生きていると、八百万の考え方でやっぱ全ては生きていると。そんなことからだん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 、これはクラゲなんじゃないかと、中の人が見えるということは半透明なんじゃないかとかですね、そんなところで、クラゲというイメージに至りました。命の遊び場クラゲ館、ミッションはとにかく皆様をいかに巻き込んでいくか、そして社会変革を起こしていく、みんなの命が輝く、みんながワクワクできる、本来みんなが持っている命の創造性が爆発する社会、文化を作っていきたいと。で、そのための、ある種の途中としてクラゲ館がバッと立ち現れると、そんなことを考えています。ちょっと具体的に申し上げますと、まず皆さん上がっていきます。命を高める館はまず上がっていくところから始まります。2階ではワークショップエリアがありまして、いろんなことが起こっています。日々日々変わります。186日間、十何時間、これを回していくの大変かもしれません。でも皆様にも本当にチャンスがありますし、そこと世界中をつなぐことで、さらにもっと拡張ができると思っています。で、そういう作る喜びエリアを今度経て、下に降りていきますと、つながる喜びゾーン。で、ここではいろんな学校とか、学校といっても0歳から120歳の学校の人たちが作ってきた新しい発明、かつて万博では、
人間洗濯機とかですね、ベルの電話とか動く歩道とかいろんなもの出てきました。今回の万博の発明を作るのは皆さんかもしれませんので、ここにどんな発明がやってくるか、これも今からのこの3年間で皆さんと一緒に作っていきます。でその発明を経てですね、いろんなアイデアとつながったり、過去の人とか世界の人とつながって、今度はちょっと音楽が聞こえてきます。みんな楽器できなくても音楽家、アーティストで、そんなことを体験できるような、いろんなテクノロジーもあるような部屋があってからですね、最後クラゲシアターに入りまして、つながるということと作るということの掛け算の喜びが爆発する、集大成を迎えてですね、外に出ていく形になります。外に出てもう一度ワークショップ来ていただけると、多分世界の見え方が変わってるんじゃないかなと思います。ということで、この命の遊び場クラゲ館、命を高める館は、皆様にこの作っていく過程も、もちろん来場者もおもてなし側も、入ってきていただきたいというふうに考えています。多様な皆様、建築家の小堀哲夫さん、それから、数学者の秋山仁さんとか、それから八方園さん、プレイフルラーニングの上田信之先生、いろんな方々とご一緒していきます。バレエダンサーの針山由美さんとか、いろんな他にも数学者、アーティスト、それから目が見えない方、耳が聞こえない方、子供たち、車椅子の方、おばあちゃん、おじいちゃん、もしかしたら赤ちゃん、いろんな方と一緒になって作っていきたいと思っています。皆様の中のワクワクを探す旅に、ぜひご一緒に出かけたいと思います。ワクワクを探す旅へ、皆様ぜひご一緒してください。よろしくお願いいたします。